最高のレースを君に。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝2000レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。富士奇跡注目株の馬娘だ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、成田ブライアン。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。7番と11番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気富士奇跡、7番会長に飛ばして行きます。先頭をかけます。7番続きました11番、激しい先頭争い。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのは7番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、成田ブライアン。並んできた、少し離れて9番、外から琵琶早秀、富士奇跡。落ち着かない様子、ちょっと前に出ましたね。先頭は相変わらず7番、続いて11番、琵琶早秀。並んでくる、1馬身離れて17番、すぐに続いて成田ブライアン。そしてそのうち9番、その外並んで16番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手は7番、2番手に外から琵琶早秀、1馬身差成田ブライアン。そしてその後ろから行くのは17番、11番、続いている富士奇跡、この位置につけています。後ろ16番、そのうち並んで9番、少し後ろから10番、そしてそのうちから行ったのは5番、さらに外成田大使、内から内から12番、少し離れて1番、それを見るように13番、内を回って3番、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。富士奇跡ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは富士奇跡、成田ブライアン。食い下がる富士奇跡、先頭は富士奇跡、これは強い、200を通過。富士奇跡足色は衰えない、富士奇跡リードは5馬身、富士奇跡これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。富士奇跡見事に完勝、レジェンドレースを制しました。2着は成田ブライアン。奇跡の舞台、お楽しみいただけたかな、お客様。